疲れ様でーす。普通ビールじゃない、珍しい。やっぱ太っちゃうんで。そこ、うん、そこ、そこ、そうそう、そこです、うん。はい。今回はですね、まあ、ゆっこちゃんシリーズ、はい、2本目です。2本目？1本目はあのトレーニング。ああ、はいはいはい。そういうことで、はいはい。最近のゆっこちゃん、はい、何してるのかっていう、うん、まあ、雑談ですね。雑談だね、はい、聞いていきたいなと。近況報告的な、近況報告的なやつやりたいなと思います、はい、ということで、うん、トレーニング後にお酒をいただきながら、はい、まあ、ゆっこちゃんはオールフリーですけど、今日はね、トレーニングの後はお酒飲まないって決めてるんで、はい、さすがでございます。はい、って感じでやっていきたいなと思います。おーい、ゆっこちゃんはゴルフは最近はどのくらいの頻度で行けてるの？週1、2は行ってます。あ、行ってるね。行けてるんすね、うん、なんか、そう、お昼、うん、OL さん、うん、そう、始めたっていうか、そんなに行けなくなっちゃったのかなって、うん、確かに、休みの日に行ってる。じゃあ、週5働いて、うん、週2の休みを、もうゴルフ。そう、週1か2で、週2トレーニング。すごい。トレーニングだってもう仕事終わりに行ってるから、まあね、まあね、サクッとって感じだけど。そう、仕事終わりに。でも週2トレーニングやってゴルフも週1、うん、2だったら結構体使ってますよね、うん、使ってる、使ってるよね、うん、使ってる、うん、週5のお仕事は、うん、今は何のお仕事されてるんですか？今は、うん、会社はあのコンサルの会社に、うんうんうん、そう勤めていて、うん、今何個かその事業部があるんですけど、はい、私は一応そのメディカルの方で、まあ、あの美容クリニック の、 そのコンサルをしていて、うん、そう、それで今入っております。なるほど、はい、コンサルしてるんですか？コンサルなんだけど、あのそこの、まあ、クリニックがそもそもちょっと人がすごく足りなくて、うん、そう、あの受付さんと看護師さん、うん、まあ、先生しかいなくて、うん、カウンセラーさんがそもそもいなかったんですよ。そうだから看護師さんがカウンセリングして受け、あ、施術も入るってなったからあんまりお客さんいられなくて。なるほどね。そう、うんうん、そしたらなんか、まあ、まあ上の方から石井さんコンセリングやっちゃうのよ。なるほどね、ヒアリングとか。全然機械とかわかんないし、うんうんうん、結構美容皮膚がメインなんで、うんうんうん、そうだね、全然わかんないし、もう看護師さんにめっちゃ教えてもらって、そこはなんかもうカウンセリング、カウンセラーもやってます。そう、あれだよね、いろいろ、なんだろう、うん、何がフォトとか、まあ、フォトフェイシャル、シミ治療とか、うんうんうん、まあ、ハイフってそのたるみ治療とか、うん、まあ、ダーマペン、その肌質管理、まあ、いろいろあって、ね、まあ、おかげでなんかすごく肌の知識が、うん、そうだよね、ついたついた、うんうんうん、全然わかんない、わかんないね。ハイフって何なんですか？ハイフは超音波の機械なんですけど、すごいリフトアップするんだよね。ざっくり、例えばざっくり言うと、生のお肉が火を通すと縮むの同じ感じで、ゆるったものがキュッと締まる、引き締める、うん、まあ、痛い、ちょっと痛い、痛い、痛い、あ、うん、でも物によってだよね、うん、痛さもなんかあるっていうけど、うんうん、超音波を一点に集めてズンってかも、ね、なんか私の感覚はもう歯茎に麻酔打たれた時の感じ、あ、それ知らないで作ってそうだね。なるほど。なんか注入されてる感じ。うーん。そうなんだ。そう、あんま痛みがあるかな、うんうん、なるほどね。そう、でも別に我慢できない人いない。うん、お皿を、うん、ダーマペンは何なんですか？全然わかんない、もうなんかペンしかわかんない。あ、ダーマペンもそのなんかこう針14本ぐらいの針がこう、まあ、連なってて、でガーって傷をつける。痛そう、それ麻酔する。そう、麻酔痛いから。あ、それガチなんだ。表面の、まあ、クリームで麻酔塗って、で麻痺させてからブチ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 ブ
もその時にその滑らせるためにヒアルロン酸を使う。ああ。こうガーってやって、ね、で傷をつけて、うん、そこでまた有効成分をなんかいろいろこう塗ったり。はい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 。そうか、それまあ染み込むというか。そう。肌を傷つけることによって修復。お肌の修復をこう、うん、高めてみたいな、まあ、傷をつけるとそこをすごい細胞が活性化されるからそういう感じ。でも男の人多いよ。あ、そうなの。うん、へえ。男性が多い。あ、そう。ニキビ跡とか、ね、毛穴とか、そうね、そのクレーターみたいなボコボコとか、色素沈着とか、うん、毛穴とかにすごく効くから、うん、男性が多い。そうだよね。ね、そう結構なんかニキビ跡でブツブツしちゃって人とかいるもんね。 それの治るとか良くなるとか。そうそうそう、肌が滑らかになるから、うん、まあ、何回かやってどん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 改善していく。今は60代の男性が来てる。ええー、すごっ。痺れが気になるんですねコース買ってきましたおお、かわいい。かわいいね。偉いなって。うん、男の人って普段化粧とかもしないから、だから、うん、逆に、うん、ちょっと化粧水とか乳液やるだけでめっちゃ綺麗になると思う。うん、この後も化粧とかして結構肌って感じてる。うん、基本的に男性の方がさ肌きめ細かくない？確かに。うん、うーん、うん、なんかやっぱ化粧するからなのかな。摩擦、うん、あんまり逆に触らないからってこと。うん、じゃあもう毎日蓋してるから。そうそうそう。そこ擦ってる。擦ってる。もしゆっこさんの、勤めてるところで、うん、受けたいなっていう方はどこでしたっけ？新宿。新宿です。ジュノビューティークリニック新宿院です。検索してください。はい、ジュノビューティークリニック新宿院です。はい。はい、ゆっこさんがカウンセリングしてくれます。はい。しますんで。そうね。うん。うん、あれ、ジュンちゃんが。あれ、今度出すのは化粧水でしたっけ？今度出すのは、美容液ですね。美容液、はい、肝細胞、人肝細胞美容液を、うん、今作ってるところとして商品名って今、本当に決めてるところなんですよ、うん、細かく、うん、そう、うん、今、急ぎで、まあ、7月出せればいいかなっていう感じなんで。肝細胞、アンチエイジングってこと？あ、そうそうそう、うん、人肝細胞美容液って言ってだから結構、その売ってるんだけど、うん、そのプールに一滴垂らしたぐらいで入ってるとか言ってる美容液とかもあって、ジュナ50杯入れるように今設計してて、本当にいいから。そう、前ちょっとコンセプトとかどういう風に売り出していくかとかマーケティングを含めてちょっとどん、うん、内容とか、うん、人肝細胞プラスどういう風な美容液にするかっていうのをちょっと練ってるところなんですよ。めっちゃいいのよめっちゃいいのよ、それがなので、それはまたね、ちょっと完成したらね、プレゼントするんで使います使いたい、使いたい、うん、本当にいいから、うん、使いたいちょっともう、そもそも、うん、そもそも論みたいな、ゆうこに質問していい？うん、仕事って、うん、まあ今は美容系の、うん、そういう仕事してるけど、うん、仕事歴というか、うんうんうん、モデル業やってて、あで、あ、事務所、あ、うん、あ、グループ、うんうんうん、やめてそれ韓国行ってみたいな、うんうんうん、そういうの聞きたい。あ、そうなの？そうでしょ。これやだって。聞きたい、聞きたい、聞きたい。あ、そう、これよ、これこれこれ、うん、これよ、これ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 、うん、高校生の時に、うん、なんか雑誌名とか言っていいの？いいんじゃない？うん。うん、高校生の時に、うん、まずポップティーンの毒マス。なかなかね、その時の毒もって今みたいな毒もと違ってて本当にそ、うん、難しかったんだよ今ね、毒もってね、なんか誰でもなれるみたいな、うんうんうん、もうなんか言ったら、ね、うん、あんまりみたいな感じだったんだけど、うん、その時の毒もって、うん、もうみんなが憧れるようなね、うん、入れなかったの、出れなかったんだから、雑誌になって。あ、ポップティーンですか。もともとそう、高校生の時にすごいね。たまたまその渋谷に遊びに行ったら、うん、ちょうどなんかスナップ撮影してポップティーン、はいはいはい、うん、で声かけられて、うん、結構本当にポップティーンみたいな、うん、ね、怖いよね、確かに確かに。でもなんかそのアンケート書いて、うん、ちょっとピャンって撮ってもらって、
って、うん、からあ乗ってると思って、へえ、そっからなんかすごいね、そう、あの編集部の方から声をかけてもらうようになって、うん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 、ちょこちょこ出るようになって、ね、そうそう、ちょこちょこ出るようになって、高校生のくせになんかその平日に撮影があるから、うん、その撮影その朝から行って、うん、先生に明日私5時間分の授業から出るからみたいな、マジで、そう、すごくない、私あと5時間目から行くからみたいな、明日午前中ないよみたいな感じで担任の先生にさ親は別に許してたの、まあ、別になんか許してた、ウケるね、ウケ、うん、るめっちゃウケる、5時間目からって、まあ、ほぼ終わりじゃん、ね、そこ来んのみたいなやってたな、で、担任の先生がめっちゃ優しくって、うんうん、ゆこちゃんもこの数学はあと1回しか休めないからねとか、あちゃんとなんか数えてくれてるのよ、あなたどうせあのテストで点数取れないんだから提出物ちゃんとしなさいとか優しいね、ちゃんとリマインドというかマネージメントしてくれたんだマネージャーの役割してくれたんだそう、それもあってちゃんとなんかそういうちょこちょこ撮影に行きながらもちゃんと会われた、うん、もうそれこそ本当にマスワカツマスちゃんが、まあね、普通に毒もなかった、え、そうなんだ、うん、一緒に海の撮影とかした、すごいそんな時の写真とか出てこないの本当に、すごいね、うん、そうなんですよね、なるほどね、から高校卒業して、はい、じゃあちょっと雑誌も年齢が上がり、うん、キャンキャンとか出てました、おー、キャンキャンもね、まだ姉レディ、あ、違う、キャン、あ、姉レディか、では、キャンキャン、その時はもう山田優ちゃん、しりもえちゃん、エビちゃんが、はい、大ブームの時だった、キャンキャンで、うん、僕もやってた時に、うん、なんかそのまま事務所から声かかって、うん、でちょっとなんかそういうモデル業みたいなのはやってた、なるほどね、そうだけど、はい、背低いから、あ、モデルとしてはね、うん、そう、確かにね、163しかないから、あ、5あればもうちょっとって感じかな、ね、うん、やっぱりなんかそのオーディション行った時に、うん、後ろになんかあの身長のなんか貼ってあるのよ、そうなんだ、ごまかせないみたいな、怖っ、やっべえと165って書いてると思ってマジか、そう、へー、そういうのもあって、はいはい、やっぱちょっと私向いてないんじゃないかも、ああ、うん、まあそうね、うん、もうちょっと早く今みたいにさ SNS がさ流行ってたらさ、ね、うん、よかったかもしれないけど、その時はね、時は雑誌とかそういう媒体がまあまあね、みんなすごい大きい、そうだよね、160後半だし、そうだから向いてないんだなって思って挫折、挫折して、うん、したらまたなんかその時な、韓国そのアイドルが流行ってた時期で、うん、少女時代とか、うん、流行ってたね、そうんで、うん、なんか別のところからちょっとお声をいただいて、うん、今ちょっとその韓国風のお姉さんユニット、うん、今そのちょうど始めて、はい、メンバー募集してるからどうみたいな、アイドルユニット、マジで、それに、うん、じゃあやりますって言って入った入ったんだ、うん、まあ、でもゆっこ足長いしさ、うん、もう韓国の、うん、韓国っぽい体型じゃん、でも歌えないし踊れないしえ、どうしたの、それどうしたの、え、活動はしたの、半年間ぐらい、結構したね、うん、で自分のパートとかももちろんあった、歌はもうメイン2人しかいなくて、ゆっこともう一人ってこと、うん、じゃなくて何人、メンバーは12人ぐらいなの、あ、結構いたんだ、そう12人ぐらいいて、うん、ボーカルは2人しかなくて、ほう、あとみんななんか覚えるじゃん、なるほどね、うん、メインボーカルがいて、そうそう、今のあれみたいに EXILE みたいにね、あ、そう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 、歌う人が2人いて、うん、あとダンサーみたいな感じ、うん、そうそう、へえー、でゆっこはダンス担当ね、踊ってたんだけど、でもリズム感ないしウケんだけど、リズム感ない、その時の映像とかさ、ないの、やだ、もう辛いよ、本当に辛いよ
やばいね。本当につらい。で半年ぐらいじゃあアイドルユニットとしてアイドル活動したんですね。プレディアっていう。フレディア。フレディアっていう。フレディア。グループで。それ検索したら出てきちゃうんじゃない？今もプレディアはいます。すごい。そうなの。その時のメンバーはいるの？今いる。ずっと続けてる子ももちろんいる。すごい。うん。すごい。結構売れてるんですか？わかんないかな。わからないです。フレディア。でも活動はしてます。すごいね。初期面ってこと。初期面。初期面。でも半年で辞めちゃった。私に合いませんと。そうね、やっぱちょっと合わないなと思って。アイドル活動のね。そう、大変だった。大変。でもこうやって YouTube やってるぐらいだからさ、なんか意外とできそうなのにね。いや、対人とはとやっぱちょっと違う。結構対人が多かったってこと。そう、基本的に。そう。なるほどね。あんまり向いてないかな。なるほどね。でも半年でアイドル活動をやめました。やめました。その後は、もともと韓国が好きだったから、韓国留学行きたいなと思って。ほう。アイドルやめて、韓国に1年間行ってきました。もうそうなん、韓国留学。そう。それはもう語学留学的な。語学留学だね。一応の語学学校に行って、でもなんか塾みたいなとこだったから、週4ぐらい、週4のレッスン。ゆっこさんはね、ちゃんと韓国語を喋れるんですよね。少し。いやもう結構忘れちゃった。だって23分。ちょっと自己紹介できます。自己紹介できそうだね。自己紹介。こんにちはよ。でプログラムにいらーおとかじゃあ、ちょい、グループが準備えよ。好きなタイプはとかはない。チョハグさん、難しい。お料よ。わかりません。秘密えよ、よ秘密よ。多分秘密よって言ってます。伝わってるんだ。伝わった。すごい。すごい。すごいね。韓国旅したいって。ビンゴルフ韓国旅行。あ、いいね。インコリア。インコリア。いや、韓国留学超楽しかった。楽しい思い出しかない。そうなんだ。はい。あ、その時の生活はまた別途取ろうかな。長そうだからね。長いね。楽しかったよ。そして韓国留学1年終え、留学終わって、そしたらなんかまあお友達に、エステサロンで、そう韓国の化粧品を使っているエステサロンがあって、なんかそこの、女性の社長が、なんかその従業員募集してるって言うから、なんか会ってみればって言って、なるほどね。そう、それで会って、私全く美容ね、経験ないんだけど、韓国留学行ったの、いいじゃんいいじゃん、やろうよみたいな。すごい。まあ、確かに結構ノリ軽めなお姉さんだもんね。社長さんだもんね。でそれで、そこのエステサロン、外苑前にあるんですけど、はい、そうですね。そう、働かせてもらい、はい、エステで多分2年ぐらい働いて、お肉食べるんだ。でその後カラコンの会社に行ったんだけど、はい、それももともと知ってる人で、私は韓国留学行けることしてたから、でなんかやっぱカラコンもやっぱ韓国が作ってるとこ多いのね。でなんかその方も今カラコン作ってるんだけどって、工場韓国にあって、韓国の人とやり取りが多くてみたいな、日本語喋れるんだけどって、でもなんかちょっと韓国語分かる子がいてくれたらいいなと思ってて、なんかどうみたいな感じで聞いてくれて、別にそのエステサロンの方も仲良くやってたし、なんかまあ困ってはいなかったんだけど、韓国語を活かせるのいいなーって思って、確かにね。そう、
で韓国出張も多いって言ったから、うん、あいいなと思ってそれはいいよね。そうそうそう、うん、それで移って。なるほどね。そう、そうでも今でもそのネステの社長さん、うん、めっちゃ仲いいし。そうだね、うん、仲いいんですよ。カラコンのとこもね、そう仲いいですね。仲いいですね。そうでカラコンも何年でやめたんだっけ。まあ2年ぐらいなのかな。2年ぐらいで辞めて、で多分そのぐらいにゴルフと出会い。そうね、そう、その辞めた理由が多分そう、ゴルフが痛すぎて、ゴルフが痛すぎて辞めた。そのだって出会った時から半年後ぐらいにもうゴルフもっとしたいみたいな。そうカラコンの時に純ちゃんのが出会ったの。そう出会ったんだよね。そうそうそう、そうでその後にリンゴルとかも始まって、そう、ね、でなんかもっとゴルフしたいみたいになって、そう普通に仕事してだとあんまり練習も行けないし、うん、これ上達なかなかできないと思って、うん、一旦仕事辞めてゴルフに集中したいと思って。プロゴルファーでもあれなんだよ、何かこうこれしたいと思ったらほら韓国に行っちゃうぐらいだから、早いよ追求するのと行動力がすごい、うん、本当に、ね、没頭しやすい、ね、没頭しやすい、早い早い、うん、そうこれめっちゃハマったものは、そうだよね、でもめっちゃハマったものでもやっぱ飽きることないんだよね。確かに韓国もやっぱりずっと好きだし、うん、そうねそうね、そうだただ形を変えてね関わり方をね、そうそう、うん、でまあゴルフの会社にね、そうそう入社されました、まあ、そうそう、まあゴルフしてる人に今、まあ、そのちょっとゴルフ関係お仕事している人がいるからっていうので紹介してもらってね、ちょっと面接していいんじゃないみたいなゴルフ好きなのいいんじゃない入ればみたいなで入りまして、でもそこは早かったな、半年じゃない半年だよ半年そう、なんかゴルフは大好きだけど、なんかそう、ね、やっぱりプレーするのが好きだったから、ね、なんかちょっと違うなと思って、うん、そうね、そうだねそうね、そうそうそう、だってそのね、ゴルフの会社に入る前、うん、まあ、コンタクトのカラコンの会社辞める理由が、うん、辞めて私はゴルフしたいんだって言って、うん、海外にゴルフ留学するみたいな、また語学留学プラス、まあ、ゴルフができる環境のところに行くって言ってね、それどこっつだっけ最初、フィリピンつだっけ、え、どこだっけ、なんかね、シンガポール、そうなんか、でもシンガポールの前もなんか何か所かあったじゃんね、そうそうそう、とにかく海外に行って私はゴルフ、うん、あ、まあ、語学留学、英語喋りたいみたいな、うん、英語喋りたいプラス、まあ、ゴルフができる国がいいみたいな感じで、うんうんうん、言ってなんかもう飛びますみたいな、私海外に飛びますみたいな感じで辞めたんだよね、うんうん、そうそうそう、でなんかよく海外に行っちゃう、うん、送別会だとか言って、うん、送別会までやってたのにやっぱ行きませんって、そうそう、なんか会社決まっちゃったわけなんか YouTuber だねでやっぱ行くで辞めますって言って辞めて、あのゴルフの、まあ、グリッチね、そうそうそう、私それ全然してるもん、そうそう、うん、グリッチに入りますって、うん、入ったの、うん、だからゴルフできないだったら、うん、やめるって言ったら半年でやるんだってでもね、結構頑張ったんだよ、なんかブログというかさ、なんかコンテンツゆっこがライティングしたりとかめっちゃやってたから、すごいなと思って、ゆっこででもちゃんとやるんだよ、本当にちゃんとやればいい、すごいと思った、これ一個書いてんのって。そうね、なんかいろいろ書いてた。なんかプレイヤーの紹介とかも、そうなんか、うん、グリッチさんで、うん、そのとあるメーカーの、うん、サイト、販売サイトやったんでね、そうそうそう、販売やってて、うん、それのコメント全部ゆっこ書いてて、うん、このポロシャツはとか、機能性がとか言ってね、そうそうそう、ライティングし直してあげてたからね、うん、私だったらコピペでいいじゃんとか言いたくなるような感じなんだけどちゃんとゆっこ書き直してあげてたから、うん、ね、あれはそれでバスにやってたけど、そうよね、あれね、うん、やっぱ違うなと思って、で後でやめて、うん、そっからねフリーがすごかったね。そうだね、フリーでもゴルフ三昧でしたね、うん、もうゴルフ、ゴルフで2年ぐらい、2年ぐらいかな、そうだよね、うん、2年ぐらい、そうフリータイムをしてして、で今の会社、そうね、今の会社もでもまあでもゴルフ
まあ、つながりで今知り合ってるか、ゴルフってそうかも、そうだね、そうね、つながりは本当にすごいですよね。と、まあ、今までのこのゆっこちゃんの高校生からの流れ、はい、履歴履歴をね、そうそうそう、これはね、多分今までゆっこはもうわざわざ自分から話さないし、うんうん、話す機会が、まあ、正直インゴルフじゃなかったから、そう、まあ、なんかラウンド中にね、ちょろちょろ質問とかなんだとか、うん、今こういうところ考えてるって話だったかもしれないけど、うん、まとめて話を聞くことなかったと思って、うん、ちょっとね、まあ、私を実験台で一回やった後にちょっとやりたかったんですよ、うん、ゆっこバージョンを。ありがとうございます、はい、ありがとうございます。次回の動画はゆっこちゃんの恋愛事情とか、はい、聞けたらな、いいなと思います。このまま進めていきたいと思います。ちょっと長くなっちゃうんでここで一旦終わりにしたいと思います。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。